いい意味でね、はいはい、さあそれではファッションショー第2部参りたいと思います。ファッションショー第2部です。スタート。ドレスに仕立てました。いやいいですね、はい、あちらの方もなるほど、少しねちょっと、うん、非対称な感じでね、この模様がまたね、はい、可愛らしさもあるし、またその綺麗さ、いやもう水の妖精でございますから、妖精どちらもね、はい、どういった女性の方にも合いそうな、はい、ね、柄でございます。はい、 いいですね、お付き合いしたいですね。はい、それはあなたの個人的な感想でございます。さあごめんなさい、はい、さあいいですね、これがね伝統工芸だと、はい、多分ね言われなかったら気づかないじゃないですか。そうですよ、本当におしゃれな着こなしで、ね、ちょっとこれから春、はい、でこの上からちょっとねカーディガンなんか羽織っていただいて、見てる方も涼しいですからね、いいです、いいですね。そう、確かに前からこうアシンメトリーにこうなってるんですよね、スカートがこう、はい、横から見るとね、それがそうそうそう、またちょっとセクシーで、それがセクシー、そう、はい、いい言葉ね、セクシー、はい、初めて聞きました、大人の、はい、さあ続いてはどんな女性、そしてどんな衣装が出てくるのか、はい、皆様耳の方ですね、こちらのイヤーアート、そしてメイクの方にも注目して見ていただければなと思います。さあ2人が出てきましたよ、わあおしゃれですね。よろしいですか。はい、お願いします。黒とグレーの水玉が可愛らしい印象のワンピースです。襟元と裾にジャージ素材を合わせて、よりアクティブな印象の着心地の良いカジュアルスタイルです。お揃いのストールを合わせて重ね着したり、オールシーズン楽しめる一着でございます。素晴らしい。さあそしてこちらのグレーの方をご説明しましょう、はい、淡いグレーブルーにランダムな水玉がモダンなケープコートとワンピースのセットアップでございます。別々に着て楽しむこともでき、一緒に着るとより一層華やかになります。颯爽と風に揺れる軽やかなスタイルでございます、うん、素晴らしいですね。いいですね。これジャージ素材があるんですよ、はい、なんかね太ももって膝上あたりがちょっとね絞ってまして、はい、そこもなんかその女性らしさっていうか、うん、大人の女性らしさを表してますよね。あとなんかちょっと活発な感じもしますもんね、動きやすいような、かわいい、はい、これは大好きですね。いいですね。これね、なんか服装もね、こう締まってないじゃないですか、あえて。だからどのようなこう体型のスタイルの方にもなんかお似合いになるんじゃないかなと。いいですね。そう思います。これちょっとね、うちのちょっとお母さんとかにちょっと着てほしい。わー、いいんじゃないですか。ね、大人なおしゃれな女性になります。はい。ね、こちら先ほど僕がご説明しましたこちらの衣装、こちらもいいんですよね。ランダムな水玉がね、そのモダンな印象を出しておりまして、はいはいはい、これねケープコートとワンピースのセットになってますよね、うん、で中がワンピース、そして上から羽織ってくるケープコート、なるほど。だからそれぞれで着るもよし、はい、でまたこうやって一緒に着るとまたねより一層華やかになります。ちょっと上であれケープコートっていうんですね、僕初めて知ったんですけど、なんかポンチョのようなね、はい、なんかそういう形に似てますけど、こういう着こなししたらまた、わあやられた、魅力的な女性、これはやられましたね。いいですね。うわあシャレ、わシャレトンシャー、それカヨさん
シャレドンシャーね、これはイヤーのリングがあんたね、はい、いいですよ、シャレとったよ、これは大人な女性の感じがしますよね。いいですね、メイクもね、ちゃんと見てほしいんですよ。このね、こう目のところにね、こうやってメッシュが入ったでしょ、はい、ね、メッシュが3本入った。かよさんじゃないです、ね、かよさんじゃないです、すいません、金のメッシュ、はい、ごめんなさい。あのタイツの色と合わせたね、メイクでございます。これはこう結構ね、こうスタイルがね、かわいらしい、はい、一気に雰囲気変わりますね。あ、上をね、ちょっと、はい、だからこれを別々できて、あの家にある服と合わせていただくと、うん、またこれ広がると思います、おしゃれも。そうですね、それぞれできてね、はい、さあ、はい、上の服着てきました、はい、素晴らしい。黒に白の細い格子柄をベースに、グレーの人手柄の大胆な、かすりをトレンチコートに、黒や白のパンツとセットアップすればマニッシュな印象に、スカートとセットアップすればフェミニンな印象に変化するトレンチコートはぜひ持っておきたい一着でございます。これはいいですね、さすがのドンコリスさんも、これはね、泡吹きます。素晴らしい、泡吹いちゃいますか、ドンコリスさん。わ、これ確かにこうスカートと合わせる、はい、やはりこのマニッシュな印象になると。あ、マニッシュってどういうことですか。マニッシュ、はい、ちょっとね、僕ちょっとよくマニッシュよく分かってないんですけど、はい、だからね、パンツスタイルとスカートスタイル、どちらでも合わせられるという、そういう一着なんです。ポルトガル代表とかじゃないですよね。マニッシュ、誰が分かるんですか、ポルトガル代表マニッシュ。さあ、続いてまた色を、あ、カラフルな、カラフルなね、衣装を着ていただきましたが、こちらの方ご説明しましょう、はい、鮮やかなピンクが貴重の甘さを感じるかすりを黒で引き締めた袖なしのロングワンピース、トレンチのデザインを取り入れ、トップはスマートに、そしてスカート部分は多めのパックでボリュームを出し、リバーシブルリボンでウエストをマークしてみました。なるほど、うわ、これはね、ちょっとおしゃれ度がグッと上がりますね。これもクルメかすりなんよね、はい、でこうカラフルの中に黒を入れることで引き締まるん で、はい、そうですね、結構ね、大人の女性の方でも挑戦できる一着じゃないかなと、いいです、ね、思いますよ、はい、これは素晴らしい。で、下の方がタックでボリュームを出した、お、多分あのオリプルのことですかね。僕のタックはちょっと用語がよくわかる、なんかちょっとこうタイトな感じにならずにってことでしょうね。いや、素晴らしいですね。どれもこれも伝統工芸のイメージがガラッと変わって、はい、その伝統工芸の良さも入れながら、そうなんですよ、立ち上げているということで、はい、さあ、それではもう一度皆様に出てきていただきましょうか。さあ、どうぞお願いします。ステージの上にお上がりください。どうぞ。さあ、どうでしたか皆様、イメージ変わりましたか、クルメかすりのね、素晴らしかったですね。それではありがとうございます。わ、これすごいな、素晴らしい、リバーシブルのリボン、ありがとうございます。さあ、ちょっと緊張しますね。いや、いいですね、はい、僕よりも、はい、僕よりも身長が、いや、もうヒールでちょっと情けないですね、はい、僕よりも、さあ、すべていいですね、これね、欲しくなっちゃいますね。柄も可愛いですね、それぞれ。これからの季節ね、本当に合いそうな、こんな洋服が出揃います。まあ、素晴らしい、出揃いましたね、綺麗ですね。いやいやいや、お前出てくるんかい。出てこんでいいから。どこにクルメかすりをあしらってるの。すいません、僕は一切ございません。全然ないですよ、はい、すいません、すいません、ね、ごめんなさい。いや、皆さん、もう一度大きな拍手お願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね、また購入できればね、ちょっと欲しいくらいでもありますよね、皆さんね。さあさあさあ、それではファッションショー、いや、いいえ、もう帰れ、そのまま、じゃあそのまま帰ってください。冷たか人ね。さあ、はい、ファッションショー、そしてアイドルのステージ終わりました。それでは、はい、あの出演者の皆様、皆様ステージの方に一旦お上がりください。皆さん、その時は大きな靴をお出迎えください。お願いいたします。さあ、どうぞ。さあ、その間を利用しまして、こちらで企業紹介の方をしたいと思います。はい、今回さまざまな、ね、企業の方が、協賛していただきました。はい、ですね、素材で肌触りのいいかすり、クルメを代表する伝統工芸品を大切にしたいと活動を広げています。なるほど。かすりのイメージだった、あ、本のイメージだったかすりも、はい、今ではカラフルな色目のものも作っています。はい、リバティープリントやタート
ファンチェックなどの負けないぐらいの伝統織物ですと。心惹かれる色や柄をつけてはオリジナルの服やバッグに仕立て、はい、1枚の布が立体的に動き出すことを楽しんでおります。おお、望みにしか作れない一味違うアスリー服をこれからも作り続けたいと思います。はい、さあそして岡本商店さん、多くの方に愛されるグルメアスリー製品を目指して、はい、岡本商店はギエモンと新ブランドくるみを展開しています。はいはい、くるめかすりの持つ風合いを大事にしながら現代にマッチする商品作りを日々深く研究しております。はい、これからもくるめかすりの可能性をさらに広げてかすりと共に皆様と共に歩んでまいります。なるほど、ありがとうございます。なんかアイドルグループの方もステージの方に上がってきてもらっても大丈夫ですよ。どうぞどうぞ。さあそしてまだまだ企業紹介あります。はい、こちらはヘアメイクの協力ですね。はい、 B スタッフ、はい、B スタッフメイクアップユニバーサル、はい、そして30周年を迎えるプロのヘアメイク、ネイルアーティストを育成する歴史ある学校でございます。はい、福岡を中心に東京、熊本と約500名の生徒が通うスクールです。すごい。メイクやネイルを勉強し進路を考えている中高生から、手に職をつけたい、転職をしたい、社会人の方、もっと綺麗になりたい、全ての女性の方までお勉強をされております。うん、この歌いいですね。この日差しも良くなってきましたね。いいですね。セリエースマルシェにて体験ブースを展開中。はい、あちらの方ですね、ございますので、皆様の右後ろブースがあるんですか。ありますね。そちらの方興味のある方はお気軽に、遊びに行ってください。なんかメイクのね、無料体験ができるそうなんで、はい、お願いします。ちょっとうち行ってこよう。うちって言うな。うちって言う女性嫌い。すいませんでした。さあ続いて、はい、イヤーアートジュエリー、はい、君のアートですね。今さっき言いました、はい、イヤーアート、こちらの協賛でございます。はい、ハッピーグラント、イヤーアートのご説明をしたいと思います。イヤーアートジュエリーは世界初、はい、国際特許商品です。なるほど。花びら1枚1枚からハンドメイドでお作りするオーダーメイドアクセサリーは非常に高級感があり、はい、全員アイドルの皆様は全員見てください。全然出てこないですね。お昼ご飯食べてるんですか。さあ、オーダーメイドアクセサリーは非常に高級感があり、おしゃれで差をつけたいこだわり派の女性にぴったりですと。なるほど。はい、衣装は繰り返し使える特殊なシートを、これ耳に貼り付けてるんですよね。ちょっと前に出てきて見てもらっていいですか。そうそうそう、これ貼り付けるって、これ貼り付けてるんですよ。え、貼ってんすか。これシールで貼ってるんですよ。知らなかったでしょ、上野くん。シールみたいに、じゃあ誰でもできるってこと。これどうですか、つけてみて。これ、つけてみて、そうですね、フィットさんがすごいです。シールでつけてみて、なんか何回も取り外して、何回もつけれるんです。その服のシーンに合わせていろんなものをつけて簡単ですし、はい、いいと思います。いいですね。いいです。手軽にできて。ちょっと待とうか。ちょっと待とうか。ね、ちょっとだけでいいけんね。ちょっと待とうか。くるみとくるみたさん、ちょっと、今イヤーアートのご説明なんで、すいません。はい、イヤーアートなんで分かるけど、目立ちたいの分かるけど、はい、あとで時間たっぷりあげるんで、少々お待ちください。はい、さあそしてですね、衣装を繰り返して、すいません、少々お待ちください。はい、あなたもたっぷり時間を差し上げますんで、はい、すごいです。くるみさんの一員なんですよ。でもね、モデルの方も今回、なるほど、兼任でやってるんで、なるほどですね。ずっとお姉様の姿でいたかったけど、やっぱ性格がダメだ。出ちゃいました。出ちゃいましたね。さあ、先ほどハッピーグラウンドさんの説明に戻りますが、はい、装着は繰り返し使える特殊なシートで貼り付けることで、激しい動きをするお子様のダンスでも撮れませんと。キッズダンサーとか多いんでね、そういう衣装にでも取り入れられるんじゃないでしょうか。ぴったりやん。はい、そして、ね、ウェディング、成人式、卒業式、はい、パーティーなどシーンを選ばずおしゃれができるアイテムとなっております。なるほど。協賛していただいた企業の皆様、誠にありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあそしてちょっとね、この伝統工芸、はい、ちょっと着てみた感想をお客様聞いてみたいんで、ちょっと上の方あれでしたら、はい、じゃあどうぞ前の方に。お三方、お三方、はい、お三方、お三方。いいですよ、いいじゃないですか。ぐいぐい行く方、いいですよ。じゃあ最後に聞きますからね、はい、いろいろ考えててくださいね。はい、どうでしたか、かすり来た感想は。お、欲しくなりました。この衣装欲しいですか。普段からも着ていきたいと。なるほど、このおしゃれ女子が言ったら間違いないですよ。着心地、はい、着心地ですね。着心地はどうですか。甘えちゃいました、すみません。着心地は意外とこうごちゃごちゃしてるかなって思ったんですけど、とても着やすいです。あ、もう軽く着れる感じで。そうなんですね。はい、ありがとうございます。これからの季節本当にね、はい、涼しげで
良さそうな感じがしました。はい、いいですね。いや、こちらはまた違った着こなし方で、中はもうすごいなんかセクシーな感じですけども、そういう着こなしも全然いいですか？そうですね、パーティーとかでこう羽織っていったりとかするととっても素敵なベリーになれると思います。おー、ありがとうございます。いいですね、クリスマスソングが流れましたが、はい、クリスマスパーティーとかね、はい、いいんじゃないですか？もう11ヶ月後先ぐらいになりますけども、そのぐらいシーンに合わせてますか？はい、その時のクリスマスに合わせたりとかね、もっと全然夏場でもいいし、はい、冬でもいけそうなね、まあ色合いもありますし、はい、じゃあそして最後ね、はい、感想聞きましょうか。はい、どう？よかった？はい、マイク持つんかい。このクルネックにはすごいここ首のデザインとかあるんですけど、はいはい、全然チクチクしないし、すごい気持ちいいんですよ。あと素肌に着てるんですけど、はいはいはい、全然違和感なくて風通しもいいので、なんか冬でも秋でも夏でも春でも全然着れそうだし、一年中通して。そうですね、すごい。あと私着るとちょっと大人っぽくなるじゃないですか。はいはい、自分で言っちゃうんですね。そう、中学校の中学生でも高校生でもちょっと自分が大人っぽくなりたいなと思ったら、こういうものを着るとちょっとワンランクアップできそうですよね。素晴らしい。なんかちょっとね、本当に素晴らしいコメント。ね、これから皆さんもね、ぜひこの伝統工芸のクルメガスリ出会えればぜひちょっと買って着てみてください。すごいですよね、風通しがいいので冬でもって着る？風通しのいい服を冬に。いやいや、そういう涼しげな方、はい、ファッションが好きな方は、はい、いいってことですね。中にね、はい、着るなりね、あったかいやつ着るなりしてね、はい、できますからね。でアイドルの皆様本当お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。じゃあ一人に感想をいただきましょうか。どうでしたか？誰が言いたい？誰が言いたい？簡単に。じゃあ分かりました、分かりました、分かりました、じゃあもう分かりました、なし。さやや、本当にもうすっごい楽しくて、もう皆さんとかも全然私とか興味なかったと思うんですけど、もう本当に楽しくて、もうしらけた。喧嘩するならマイク取り上げるぞ。今日私くるみで出たんですけど、ちょっと今日かっこよく大人っぽくなったんですけど、みんなあといよいよこんなお客さんがいます。大事件だ。ちょうどサビのとこで、まあでも楽しかったということなんでね、本当に皆様ステージ盛り上げてくださいました。本当にありがとうございました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。お疲れ様でした。そちらの3人がすごい大人に見えた、ね、素晴らしい。この3人もすごいお綺麗です。本当盛り上げてございました。お疲れ様でした。大きな拍手お願いします。ありがとうございます。どうぞ、じゃあアイドルの皆様からどうぞ、はい、お下がりください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうね、お疲れ様でした。ありがとう、お疲れ様です。ありがとうね、ありがとうね。ありがとう、はい、ありがとう、はい、早く帰ってください。はい、早く帰ってください。はい、ありがとう、早く帰ってください。さあ、どうぞどうぞ、そのままどうぞいいですよ。はい、ありがとうございました。いやいやいや、だから分かりましたから、すんなり帰ってください。はい、残しますね、いい顔を残しますね。もう皆さんの時間なんで、もうやりたいようにやってもらったら、ほら、ね、もうやっぱ大人なんですよ、向こう側はみんな、はい、はい、素晴らしい。最後ね、オチをねしっかりつけていただきました。本当にまたね、ちょっと、はい、ファッションショーってね、まあ、先ほど太鼓で解体ショーいろいろありましたが、はい、またちょっとね雰囲気の変わった楽しいイベントになりました。はい、さあ、ありがとうございます。